はいどうもりょういちです。それではセブンデイズトゥーダイメディーバルモッドやっていきたいと思います。トレーダーズビレッジをね、発見しました。案外ね、近くにあったんですよね。前回ね、発見したこの小さなお城の向かい側のところにね、山を挟んだ向かいのところにね、ありましたね。こんなんあったかな前もこの辺は通りまくったと思うけど、あんまり発見できなかったな。この明かりがね、あの目印になったね。夜になったからかな明かりが目立って見つけれたのかもしれないし。 急にできるってことあるかなわかんないけど、普通のお店みたいに急に現れるってことあるのかなビレッジも。わからないけどね。まあ、ラッキーだな、これは。近くに、こんな近くにね、できるとは。まあ、とりあえず、ここがもうちょっといい、あれだな、地形だったらね、平らだったら、ここの方にね、拠点を作ったらよかったけど、ちょっと、いまいちだから、前言ったポイントだな、ね。やっぱあの辺に、とりあえず拠点を作っておこう。まあ、程よく近いしね、十分だろう。この辺だな、この辺平らだしね。 よし。じゃあ、あとりあえず今回はね、拠点作りやっていきましょう。よし。まずは木をね、ちょっと植えるか。どのみち木が絶対足りなくなるから、強化用の木材とか全然足りないからね、種はもう結構持ってきたから、もう適当にこの辺に植えまくって、まあちょっとでも育ったらね、一段階成長したら、まあ刈り取ったりして、あのー、使っていこうか。この辺はやっぱ木が少ないからね、もう適当に植えとこ。植えまくれ。とりあえず。 ちょっと地形がやっぱね、もうちょっと平らな感じだったらね、あの、綺麗に植えれるんだけどな。ちょっとせめて平らな部分は拠点の敷地に置いときたいからね。うん、平らなところ。まあ、あ整地してもいいけど、それもまた大変だし、時間かかっちゃうからね。ある程度平らなところはね、残しておきたいね。で、向こうに行きすぎるとクリスタルバイオームでね、結構危険だからね、結構際すぎるかもしんないな。まあ、あ本当にまあ、あいい地形がなかったから仕方ないね。あっちももう山だしね。 もうちょっと離してもよかったんだけど、もう仕方ないわ。よし。とりあえず、まあこれぐらいにしとくか。ほっ。よし。ちょっとまずはあれか。でも土地の場所を決めた方がいいな。平らな場所を先に取ってしまうか。とりあえず木もね、そこに植えてしまったらね、拠点に木が生えてくるからな。よし。あ、なんか若干、若干半分低い。またあれか、鳴らさないといけないやつか、これ。まあいいか。よし。とりあえず、まあ大体の、あの、構想は決まってるから、よし。 とりあえず、こうだな。何マス偶数だな。偶数マスにして、えー、っと、横幅は、えー、7の7の倍の1.5倍に、2.5倍にして、14の18で32かな。横幅32マス。結構でかいかな。結構でかい気もするな。ま、あ一回置いてみるか。それでちょっと調整しよう。地形のね、兼ね合いもあるからね。調整してみようか。1、2、3、4、5。 6、7、8、9。あ、もう高くなっちゃう、ここ。もうここ高くなっちゃうよ。まあ、これぐらいは仕方ないな。これぐらいは仕方ない。11、12、13、14、15、16、17、18。これで18、18ます。十分広いな。18だけでも十分広いな。16でいこう。16でいってみるわ。2マス取るわ。 よし、16マス、16マスにした。オッケーオッケー。で、ここに、さらにね、横にね、ちょっと装飾というか、柱みたいな、柱白っぽくね、するための、ね、丸みを帯びた部分を作ろうかな。ちょっとゾンビが多いな。ゾンビが多すぎて集中できない。危ないなぁ。やめろよ。馬は絶対狙うなよ。俺の馬、この1頭しかいないアルファだ,だけだからな。本当に。 よし、とりあえず片方側の端っこをちょっと作ってみよう。どんな感じになるか。今回ね、使うのはこのウェッジ系だね。ウェッジフレームとか。このモッドにもちゃんと一応あるから、これで丸みを少しね、持たせたいね。ちょ、ここの地形がもうダメだな。でも、ガタついとるからな。一回削らないためか。反対側から行くか。反対側だったらまだかろうじて、まだかろうじてあれだか。平らか。よし、とりあえずこっちから。まずはどんな風になるか。 ね、確認しないといけないから、そこだよね。ちょっと待って、数間違えた。ちょっと待って。よし、ここだね。ここに、えー、っと、じゃあこれだな。まずはウェッジ。こいつを回転させて、こうだね。こういう感じで置いて、次はウェッジチップを、こうと。よし。で、ここにウェッジをさらに逆向きに、こうと。よし。そしてウェッジ。こうだ。で、 四角ブロックを一個置いてっていう感じかな。まあ、これで若干丸みは帯びるからね。七マスの、計七マスのね、幅になる。まあ、ちょっとした円柱っぽくはね、なりますね。こっち側も同じように。よし、ウェッジをね、置いておこう。よし、オッケー。で、四角ブロックと。オッケーオッケー。結構でかいな。結構でかくなっちゃうね。前面に出すぎかな。 ちょっと前面に出過ぎてる気がするなあ。ちょっと馬が。馬が危ないぞ、あれ。馬がすぐ狙われちゃうな。危ない危ない。ゾンビが本当に多いわ。うるついてやがる。倒しても倒してもね。次から次へと湧いて出てきやがるな。よいしょ。オッケー。よし。ちょっとやっぱ丸みが前面に飛び出しすぎかな。まあ、でもこんなもんか。バランスはもう仕方ないな。真ん中がここだからここに合わせないとどうしようもないし。 まあ、こんだけはみ出るのは仕方ないか、前にね。これが不格好になるかどうかはやってみてからだな。よし、やっぱりちょっと出過ぎてる気がするからね。ちょっと1マスこっちに入れるか。1マス前に入れようかな。そうすればいいか。中心がちょっとずれちゃうけどね。まあいいか。別にここは何かするってわけでもないしな。多分大丈夫だろう。おそらく。おそらく大丈夫だろう。多分ね。まあでもこっちの方が。 多分、あんまり出てない、違和感がない感じにはなりそうなんだよなぁ。うん。まあ、結局、上まで伸ばしてみてね、やっぱり出てた方が、ね、あの、凹凸感があってよかったとかね、思うかもしんないけど、まあ、それはもうやってみないとわかんないから、そこまでね、あの、建築センスがあるわけじゃないからな。まあ、いいや。とりあえず、後ろもまあ、こんな感じで、同じようにね、やって、よし。こんな感じで行こうか。 四隅をこんな感じ。四隅しなくてもいいか。前だけでいいな。前だけにしようかな。ちょっとコストがでかいからな。後ろいるかな後ろいらない気がするな。そんなに。まあ、後ろも必要だったら、つけよう。よし、そんな感じで行き当たりばったりでいこう。よし、じゃあこっち側も作っていくか。こっち側はやっぱ削らないと、結局あれか。まあ、削らなくても、まあ、とりあえず、 上の部分置いといてもいいけどね。やっぱ削っといた方がいいかな。今のうちに削れるうちに削っといた方がいいか。まあでも、こっから多分全エリア、向こう側はもう完全に一段高いだろうからな。まあとりあえず7マスぐらい削って、ね、様子を見よう。後ろもかなりだな。後ろも完全にもう1マス大きいのかな。高い感じになってんね。全部削るのはね、また大変だから、それはまた別の機会だな。 床張り替えるんだったらね、どの道全部削り取らないとね、いけないからな。よし、じゃあこっち側も作っていこうか。よし、オッケー。とりあえずこんな感じか。で、こここうか。よし。とりあえず前の部分は、とりあえずこんな感じかな。こんな感じで行ってみるか。よし。そして後ろは、後ろはこうだな。まあ、後ろは後だな。前から作ろう。 前で変だったら全部作り直さないといけないからねとりあえず前を作ってどうかを見ないとなまずはね前の前の壁から作っていこう今回は本当にそういう作り方だないつもはねまずはとりあえずの置き場所とか作るけどとりあえず今回はもう試し試しでねやっていくか、まあ、作らない急いで作っていかないといけないしね 突管工事でね、やっていかないといけないからな。とりあえず壁を積もう。強化は後回しでも、とりあえず積めば多少のなんか見えるだろう。雰囲気は伝わるかもしれない。よし。壁積んで、で、ここも全部積んでいかないとな。一気に積むか。ここの部分と、この前面の壁とこっち側だけ積むか、とりあえず。まあ、窓とか装飾とかないから、結局ね、多分不格好になりそうだけどね。 まあ、とりあえず積んでみよう。壁だけ積んでみよう。とりあえずね。まあ、高さは、そうだな、4段、4段ぐらい積むか。高さ4段ぐらいかな。とりあえず、とりあえず5段だな。とりあえず5段にしよう。5段あれば、まあまあ、いけるでしょう。どの道高くしないといけないだろうけどね。2階とか、またでかくなっちゃうんで、そう欲張るとでかくなるけど。ね。まあ、でも前回のね、前回から作ってたあの建物に比べりゃ、 全然マシだよね。全然広さの,あの規模が違うから、これの何倍かあったからな。まあこれもまあまあでかいけどな。まあでも前回から比べたらだいぶマシなんだよね。てかフレーム使ってるけどな、せっかく持ってきたこのキャッスルフラグストーン使えばよかったな。この前の壁ぐらいはキャッスルフラグストーン使えばよかったけど、まあいいか。とりあえず、とりあえずだし。また張り替えりゃいいか。強化はまだしてないしな。置き換えることはできるか。 とりあえずこれで5段だな。5段積んだ。よし。じゃあ、こっち側の。まあ、片方だけでも積めば、もしかしたらね、雰囲気がわかるかもしんないね。こっち側見ていこうか。こう積んでいこう。同じように。こいつは取り外せないからな。ウェッジチップだけね、取り外せないからね。なんでこれだけ、あの、まあ、バニラでもそうだけど、フレームじゃないんだろうな。フレームじゃないからね、これだけ取り外すのがね、困難で。ぶっ壊さないといけないからね。 よし、片側できたぞ。おお、なかなかなんか雰囲気はあるな。雰囲気は出せたい雰囲気は出せてる気がする。あいいんじゃないあ悪くはないな。結構真ん中の部分やっぱでかいな。真ん中の部分長いね。結構いい感じかな。思ったより違和感もないしね。いいね。若干このフレーム感があのね、装飾として機能してるから、若干ね、このフレームの違いの感じがね、装飾として機能してる感じあるから、雰囲気いいね。 雰囲気ありだぞ。よし、あっち側も作ろう。よし、とりあえず、こっち側もできました。おー、いい感じじゃないいい感じじゃないか。おー、いいね。悪くない。まあ、屋根がうまくいくかわかんないけど、今のところまだ順調。順調に来てんね。とりあえず、これで5段積んだから、まあ、高さをもうちょっと出して、まあ、屋根とかつけるんだったら、あれぐらい、倍ぐらいの高さは欲しいよね。ちょっとやっぱね。 倍ぐらいの高さの屋根。まあ、倍以上はあってもいいか。そうだな。3倍ぐらい。まあ、1回で2回あって、で、屋根来る感じかな。そんな感じだな。だから1.5倍か。まあ、倍、2.5倍か。点五倍ぐらいの高さだな。それぐらいだな。5だから10の十五ぐらい。15段ぐらいの高さかな。それぐらいで屋根張りたいね。よし。 で、あっちも。この塔のところ、塔というかね、この円柱の部分の屋根がね、一番難しいんだけどね、ちょっとどうするかね、まだ迷ってんだよね。綺麗なあの、とんがり帽子みたいな、とんがりンみたいなね、あの、三角作れないからね、このゲームは。ないからな。綺麗なとんがりのやつ作りたいんだけど、それはいつも失敗してるからな。ちょっとまあ、今回は、ちょっと策はあるけど、とりあえず、ね、こんな感じでいくか。 よしじゃあここまでは OK だから後ろも作ってしまうか後ろ側も作ろうかまあ後ろもそうだなまあ完全に後ろは四角で前だけねこのね節約な感じでやってもいいけどまあ、4つ後ろに四隅つ,つけて逆にでかすぎるってこともなるかもしれないけどねまあでもこの感じだったら4つあってもいいかなだから程よい距離にまあ横が16取ったからまあ8ぐらいでいいかな こっちはね、縦は奥行きは8マスぐらいで取っといて、で、それでいこうか。8じゃちょっと短いな。10にしよう。10マス。10マスだな。10マスにしよう。よし。10マスぐらい取って、で、またあれを始める感じでいこうか。よしよし。いいぞ。いい感じな気がする。よし。じゃあ、一気にもう作っていきましょう。 よしオッケー完成かなとりあえずこれでオッケーかなここちょっと削るの忘れたからね。ちょっと一段浮いちゃってるけど、またそれは削るか。これでどうだおー、横から見てもこんな感じ。いいんじゃないか幅感もまあまあ、うん、ちょうどいい感じかな。程よくね、小さい感じ。うん。小さくもなくでかすぎず、小さすぎずって感じかな。これぐらいだったらなんとか。 作れそうだなまだまだね。いけそうだな。床張りもそんなに難しいことではないだろう。うん。そうだな。いけそうな気がする。まあ問題はここのあの三角にした部分のあの床張りは綺麗にならない可能性があるからな。そこはちょっと大変だけど。またちょっとあれか。工夫しないといけないかな。この辺どうするかだな。まあ何機能面としてはもう適当にこの辺に床張って。もう内装はちょっと作ってる余裕があるか分かんないから。 まあ、とりあえず、小さな玉座ぐらいは作れるかもしんないけどね。とりあえず玉座だけ作って。で、作業小屋をなんか2階のあの辺とかにしようかな。2階。まあ、2階全面でいいか。2階全面を作業台に作業部屋とチェスト適当に置いてやるか。あ、でもここ吹き抜けにしたいからな。ここ吹き抜けで玉座ね、置いて吹き抜けで。いや、やってたらどんどん切りがないから、どんどんね、あの、 思いついちゃって、どんどん切りがなくなってくるから、またできなくなってくるからね、完成しなくなってしまうから、完成しない城になってしまうからな。まあまあ、程よい感じで行こう。ね、適度に行かないと。よし。OKOK。とりあえずは、こんな感じ第一段階としては悪くはないんじゃないか滑り出しは悪くないよ。よし。この辺に入り口を設けておくか。よし。まあ、ちょっとした安全ゾーンとしては機能するだろう。もうこれぐらいでもね。まあ、丸見えだけどな。フレームだから、 丸見えだしね。野良ほどとか来たら、そう崩れになるかもしんないけどね。まあとりあえず、木がないから、強化はとりあえずね、難しいね。全部の強化は不可能に近いね。鉄もないしね。とりあえずまあ普通のブロックはもう、この感じで行くから、キャッスルに張り替えてもいいね。キャッスルせっかくあるからね。せっかくあるし持ってきたから、ここに張り替えて、まあちょっとでももしかしたらその模様の感じでね、このテクスチャが違うから、白感も出るかもしんないしね。 まあ、ここがキャッスルじゃないから、ね、フラグストーンじゃないから、逆に不自然になるのかどうかわかんないけど、模様の違いで。まあ、でも全部木よりかはマシだろ。おそらくね。だからまあ、またそれは張り替える作業は裏でやっとこうかな。そうだな、ここの、まあ、前面とよ側面と、ね、後ろのところだけだしね、とりあえずはね、1階の部分の張り替えと、っていう感じでやっていこうか。よし、第1段階は、 こんな感じでオッケーだな。いい感じ。思ったよりいい感じだな。ちょっとまあ、チェストぐらいは置いて荷物ちょっと預けて、まあ、お店ちょっと回ったりとか、あと、あれだな、建物も、なんかあの、こっちのバイオーム、こっちの草原みたいなバイオームのと方にもね、あの、一つね、建物追加されてるみたいだから、次回はその辺ちょっとね、行ってみようかな。あと探索ちょっとして、お城とかも他のお城あればね、その辺探索して物資集めてもいいし、木材もどのみち足りなくなるから、 木材集めとか、まあ成長するのを待つためにもね、えー、ちょっと探索とかね、次回は行きたいと思います。というわけで今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。